2022年のオートサロン、まあ、実際、まあ、去年ね、できなかった。で、今年、まあ、2年ぶりに開催されて、まあ、正直、まあ、主催者と話す中で1回はキャンセル、やっぱりコロナの対策とかね、危険性とかもあるんで、まあ、したんですけども、でもやっぱり、まあ、やっぱり出ようかなと、まあ、踏み切って、でもさらにこれ、このね、会場前に感染がこう再拡大して、どうなのかなってちょっと思ったんですけど、見てると、皆さん、車好きなんだなっていうのが、本当に改めて、オートサロン毎回感じるんですけど、そこはなすごいこう、まあ、出てよかったのかなっていうふうに思います。実際、オートサロンって40周年なんで、まあ、主催者側としても40周年、ドーンとこう、本体ならアピールしたかったところだと思うんですけど、でもこういった感じで自粛して、来場者も半分にして、かなりね、入場も制限されて、感染対策もね、しっかりされて、まあ、私たちもね、注意しながらやってるんですけど、やっぱりユーザーの方は、こういう状況の中でも、やっぱりお好きな方がすごく多いんだなっていうのは、まあ、正直安心したのもそうですけど、まあ、すごく嬉しかったっていうのは現実ですね。もちろんまあ大変こう感染にねこうやっぱり敏感な状況であって本当は不謹慎なんですけど、非常にこうご来場いただいてるし、車好きの熱っていうのは、まあ、メーカーさんももちろんそうだし、僕らも素晴らしいねお客様に囲まれながらこう協力いただいたりとか、まあ、制作してる側としては、まあ、素直にこう不謹慎ですけど非常に嬉しかったっていうのが今回の感想ですかね。まあ、基本的にはもちろん、生意気ですけどね、経営理念は、まあ、日本一かっこいい車を、まあ、売る会社、作る会社、まあ、想像できる会社というふうに掲げてるんですけど、やはりかっこいいの後ろは結構こう地味だったりとか、まあ、結構細かい作業が結構多かったりとか、まあ、するんですけども、まあ、そういうのもこうひっくるめてね、やはりまあワンストップで、まあ、カスタマイズ整備車販売も、まあ、より良いものをお客さんに提案させていただきたいなというふうに思ってます。はい、本当にこう車のこう趣味、車がどんだけ楽しいんだっていうのは、会社も代表として皆さんにお届けしたいと思いますので、どうぞ2022年もこれからもよろしくお願い申し上げます。